にちは。おはキャリーよ。まゆちゃんちです。おはよう。こんにちは。9月末までね、まゆちゃんちさせてもらいます。おはよう。仕事はね、今日行きます。5時から。おはよう。こんにちは。寝れたは寝れたよ。うん。まゆちゃん、まゆちゃんとクラウンくんはいるよ。日焼けしてる？せめせめの洋服。うん、ありがとう。電車ちょっと遠いけどね。まあ、そう、受かってるとこだから。来たー。そう、私の口から何も言いません。やってないでしょ、でも。やって、かわいい。これワンピース。まやちゃん、テロリ食べるの、ねえ。そう。まやちゃんの料理美味しいからね。よく似合ってる。ちょっとね、メイクしたいと思います。仕事もあるので、今日。ちょっとね、あんまり寝れなかった。なんか目覚めちゃったけど、仕事頑張ってね。ありがとう、盛り上げ猫さん。こんにちは。ケニア、そう、なんかね、目覚めちゃってね、2時間ぐらいで。そう、最近寝不足だ。ハニちゃんいるよ。最近寝不足になっちゃってる。ね、かわいいでしょ。いつより細く見える？マジ？不眠症ではないと思うんだけど、なんかね、もう寝れない。最近声好き。そう、なんかなんでだろう、目が覚めちゃってね、2時間3時間ぐらいで。すっぴんです。もうストレスとかかな。結構ね、どこでも寝れるタイプであるんだけど、チワワワンちゃん。そう、はよう。あ、ひかぽんさん、ありがとうございます。2時間だけ寝た。ひよこんくん嫌われちゃったのって。いやー、嫌われてはないと思うけどね。ちょっとね、怒られちゃったけど、昨日の私の発言。まゆちゃん寝てると思う。うん、そう、最近寝れてなくってね、怒られちゃった、ひよこんくんに。そう、はいよ。一応謝ったけどね、私もそのなんか悪気はもちろんないし、こう話の流れで、いや、そのなんか昨日、あんまもう言わないがいいかも。でもまた言ったって言われたら嫌だから、ちょっと昨日私がね、そう発言したことを、まあちょっと何でも言うねって言われちゃって。そう、キャリー何でも言うねみたいな。そう、喋らない方がいいかも。そう悪気ないが一番ダメって言ってたからね。そう、ちょっと何言ったかはちょっともう言わないですが、そう、また奈々ちゃんやってくれてた。そう、気をつける。あんま言わ、ちょっと言えない。私は悪気なく、ちょっとね、こういうことあったとかってちょっと話しちゃったりするんだけど、あんま良くないからね。せめてね、こういうこと言っていいって聞いてからじゃないとね。天然だから。メイクするよ、メイク。ひよこん、あ、聞かれたらひよこくんに聞いて、あ、そうだね、聞いてからって。口チャックで、そう。ペラペラしゃるキャリー面白い。いやー、そうだね、気をつける。でも私も悪気がない、それが一番ダメだから。今日からまゆちゃん家で
そう、まゆちゃん優しいよね。9月末まで、あのキャリーちゃん泊まっていいよって言ってくれて、こんにちは。そう、このまゆちゃん家から仕事、そう、9月中は通わせてもらう。よかった。優しいよね。そう、洗濯、いや、どうだろう、なんかちょっとわかんないから、まゆちゃん寝てるから起きてから聞こうと思って。配信はしていいよって言われてたんよ。まゆちょっと寝てるけど、あのキャリーちゃんお風呂出たら配信していいよと言ってくれて、そう、ありがたいね。そう、ちょっとメイクをねします。あ、荷物の件はね、あのリスナーさんがひよくんくん家に送ってくれるっていうことになって、それはね一応解決はした一応解決はしました。そう、荷物送ってくれるって言ってて、まゆちゃんに聞いてからのがいいなと思って。そう、あの洗濯もね、どういうなんかこだわりとかあったらあれだから、わかんないから、ちょっとまだ回してない。そうそうそう、標準でいいんだったらいいけど、うん、なんかまあ言ってた気がしたから、うん、お腹すいたんですけど。そう、まゆちゃんもの洗濯も回るから勝手にしない方がいいかなと思って。そう、とりあえずあの5時、まあ4時ぐらいに出てて、そう、仕事行くのでメイクします。キャリーも前もガツガツ系だった。そう、まゆちゃんと似てるからね私。そう、まゆちゃんも私もガツガツいっちゃう洗い物は大丈夫した。眉毛すっぴんないんよ。そう、肉食系女子結構ね、そうがぐいぐいいっちゃうんだよねそう、睡眠時間、寝るときは寝るんだけど、なんか最近ね睡眠不足なんよね。そう、眉毛全剃りしてる。それ眉毛なんかね、上がった自眉がなんか上がる感じだから、なんか平行眉がいいんやけど。あ、ありがとう。嫌がらせされそうなら警察相談しておく。そうだね、一応まあ解決はしたんだけど、送ってくれるってことで荷物は、うん、しっとりチョコそれしっとりチョコエンディの虚言だから。うん、ペイペイの毛何も取ればちょっとまだわかんない。それちょっと聞いてみないか。ひよくんと付き合ってないよ。付き合い、私が好きなだけで、うん、早めに聞いて。そうだね、シャワー浴びたよ、お風呂入った。すっぴんすっぴんなんか明る顔なんよね私。そう、まゆちゃん寝てる、私も二度寝してもよかったけど、うん、まあいっかと思って。帰ってないよ。眉全剃り、そう。眉です。もうね、なんか全剃りした方がうまく描ける。さっきひよこんくん、ああ見た見た。私も見てたから。
最近常につらいちねえ、いっぱい見てくれて嬉しい。どうなんかな、まゆちゃんとクランくんもいい感じだよね。下地塗りすぎかな。そうん、私は私からは何も答えないから、私からはそう何も答えません。クラン君ね、私と同い年、32歳、うん、まゆちゃんね、面白かったね、昨日酔っ払ってたね、うん、ファンデーションね、下地はこのインテグレートの下地で、ファンデーションはプリマビスタです。プリマビスタのやつ。ひよこんくんはね、35歳、ちょっとまた、あ、近いよね、全然3個上とか。パウダー派だね私。これ日焼け止めも入ってる下地に。へいちゃんのリップずっと知りたかった。リップはね、ジルスチュアートピントの使ってる。インテグレート、私は大丈夫だけどね。かわいい、これね、プリマビスタ。なんか限定のなんか、あの、この、あれ、入れ物綺麗。ひよこんとお似合いだったもん、ほんとに。いやー、好きになってもらえたらいいんだけどな。私の片思いだから、うん、昨日あくびしてた。ひよこくんマジ優しいよね、うん、めっちゃ優しいと思う、うん、もう暴露っていうか、そういうあんまねペラペラこう喋るのはやめとく。性格改めたら好きになるみたいなこと言ってた。本当、まあ、中身をね、中身を見るって言ってたからね。そう、うん、そう、うん、別に私が痩せたら付き合うとかでもなく、そう、悪い人じゃないと思うよ絶対。うん、そう考えてね、そう、ちょっとあの思ったこと発言しちゃうとこがあるから私も、うん、うん、脈ありどうだろう。いや今んとこはないんじゃない、うん、でリキッドのが使いやすい。うーん、私ね結構オイリー肌な方なんよね。だからこうパウダーのを使ってる。 NG ワードね184です、ありがとうございます。オーロラネイル、いやなんかね、なんかラメみたいな塗ってこすってた。これありがとう、風船、銀色の風船かわいいよねこれ。オーロラネイルピンクの、クマかわいい、うん、そう仕事はね一応ちょっと寮はもう泊まれないけど、うん、まあ働くのはできるからよかった、うん、ネイルこれね7000円ぐらいだったかな。あ、じゃあ6000円だ、6000円。オフ込みででも安くない？オフ込みで6000。まああのリスナーさんがね、あのネイル行っておいでって出してくれて、そう安いよね。くもかわいい、うん、
そう、メロコちゃんってリスナーさんが出してくれて、うん、10月から住むとこ、うん、どうしようかな、うん、パルパルがマンスリーマンションとかもいいよとは言ってたけど、うん、そうそう、契約はなんか審査もないって言ってた、マンスリーは。そう、まあホテルとかね泊まるよりはでもいいんじゃない、まだ。そう、家をね早く借りれたらいいんだけど、うん、まあ今の状況だとまだね、ちょっとお金返してからの方がいいから、家借りるのは、うん、前払いだから、そうお金ね、確かに先払わないかんけどね、うん、探す場所にもよる、確かに。いや、なんか場所によっては5万ぐらいとこもあるみたい。え、むくんでる？私、場所によるけどね、都内は高いかも。そう、埼玉とかそっちの方だと、うん、まだね、安いとこもあるらしいけど。え、むくんでる、飲んだからかな、ピント合ってない、そう、いや、これ光かな、光が曇ってはないと思うけど、うん、でも安いとこある。うーん、シェアハウスとかは、それか、まあ、配信できないけどシェアハウス、うーん、むくんでるように見える、シェアハウスやめた方がいいか、うーん、確かに、うーん、どうしようかな、疲れそう、うん、一応家も決めてるんやけどね、ちょっと審査がどうなるか分かんないから、うん、家の審査がね。あ、メラカちゃんおはよう、うん、シェアハウスストレスたまるか、うん、まあね、共同生活だしね。なかなちゃん、こんにちは。妻のとこ、うん、ね、気使ってはしまうね。そう、まあ、個室とかもあるけどね、アンチがなんかしてくる、あ、ありえるね、確かに。そういうのも、うん、家具家電付きんとこがねあったらね、そう考えたらマンスリーはいいけどね、家具家電あるから、うん、つなんとこどうなんだろう、これなんか曇ってる、曇ってないと思うんやけどね。あ、壁薄いんや。苦情来たら嫌だね。ツナの跡が、そう、跡だとな。うん、いや、来ていいとは言われてるけどね、私もその大家さんに。どうなんだろう。そこ。うん、赤ちゃん、うん、勤務先記入しないといけない、あ、マンスリー、あー、ちょっと難しいかもね、そしたらどうなんだろう、服これ通販です、
こんくんとこお泊り二人の絡み好き。いや、ひよこんくんがいいんだったらそりゃね、同棲したいよ。お金も半分払うし、家賃。ひよこんくんがいいならそりゃね、そうしたいけど、ダメっていうか、まあ付き合ってもないし、なんか普通は付き合って2、3ヶ月とか一緒にいてからその同棲するもんじゃないって言われて、もう付き合う、そう、まあそれもわかるんだけどね。ひよこくんの隣の部屋、あ、4人のねデート配信もしたいね。あ、リゾートバイとか、あー、寮付きのあるね、確かに。考えが古いぞって。ねえ、だから私がこれ家もある状態だったら、まあわかるよ。確かにそうだねって、状況が状況だから、いきなりはダメなのかな。まあ、付き合ってもないからあれだけど、スピン変わらない。いや、中村くんいいよって言ってたのかもしれないけど、私がね、そのひよこくんのこと好きって言ってるのに、他のね、男の人にの家泊まるってちょっとあれじゃない？なんか付き合ってはないけど、本当に好きなのかなって思われても嫌だし。そうなんよ、プライド的にね、男の家に二人はね、軽く見られちゃうかも。そう、同居から始めたら同棲っていうか、ダメなのかな。よこんくんお金も払うからだし、いやでも荷物はね、置いてくれるとは言ってた。そう、荷物は。そう、優しいよね。あ、掃除してね、掃除ね、するよって言ったんだけど。ひよこんくんち掃除配信するよって、ね、荷物も貸してもらうし、荷物置くスペースもいるだろうし。でもなんか断られるんだよね、そうだからひよこんくんの気持ちも考えないとね。ベランダに置くって言ってたね。なんかちょっと怒ってたよね今日、私が悪かったけど、なんかね、その昨日の発言で、まゆちゃん今日怒ってた。余計な発言ごめんなさい。あ、全然いいですよ。そう、暴露やめと、暴露しない、そう、ひよこんくんのね、そうだね、立場になる。どう、ね、難しいよね、なんか私の片思いだから。頑張ってる。優しいよ、すごい。思いやりあると思うし。私がね、あんまいらんこと言わないようにね、そうしなきゃね、だから。で、今は付き合う気ないけど、今後はわからないもんね。私次第だよね、私が。そう、中身とかも見たいって言われたし。いや、わからんやん、ゼロではないって言ってたやん。今はゼロって言ってたけど。そう、子供は欲しい。将来。将来、我が子欲しいなっていうのはある。
ポジティブ。えちゃんはゼロじゃないって言ってるやろ。今はゼロって。今はゼロだけど、中身を見ていきたいって今後ね、その言ってたことない。いや関わらないって言ってたけど、その後謝ったんよ私。謝ってあんまもうちょっとやんことしない方がいいかもね。でもあんまグイグイいかないように私も、もうちょっと押してダメなら引いてみるみたいな方がいいかな。押し、まあ押してダメならっていうか、許すか置いといてとは言ってたね。引いてみる、押しすぎかな。そう、私押しすぎだよね多分。引いてみる、ちょっとまあね、東京大明神、縁結びの神社、メロコちゃん。私結構グイグイ行っちゃうよね。そう、なんかゲイヒーさんって人からコラボ申請来たんやけど、この人私のこと嫌いだよね。何今さらグイグイ系の羨ましい。いらないよね、ゲイヒーって人、嫌いって言ってたくせに何なの今さら。やめるやめる。眉毛ない、眉毛サイドタク、取らない取らない、便乗してるだけでしょ、ねえ。私のこと散々ディスっといてね、あの人何今更って感じ。これ外そっかな、なんかぼやけてる気がする。ちょっとぼやレンズが昨日の雨でぼやけてたんかな。すっぴんドアップだけど繋がってるから、ああね、ドアップ日はなんかぼやけてたから。眉毛はね、そう、眉毛家出中です。かわいい。加工してないよ私、外した方がいいね、写りがね。フィルターしかしてないよ私。カラオケ楽しかったね昨日。楽しかった。相手上がってくれたらいいんだね。ヤンポン君怒ってたのは余計なこと言うだけじゃん、報告相談しなかったのも理由。ああね、ちゃんと相談したらよかったね私も。アイライナーこれなんだろう、なんやろこれ。カラオケね、めっちゃ長かった。朝方までやってたからね。肉だるま、肉だるま作ろうって。あとあれだ。素晴らしい、アザラシ。アザラシ。アザラシ、肉だるま。ねえ、ケイちゃん大好きです。ありがとう。眉毛ね、ちょ、引っ張る。眉毛は引っ張る。最後に描きます。眉毛ね、最後に描いてる、いつも。こうなんかバランス見て
こう全体にチャッキーチャッキーっぽいような私すっぴん。眉毛がないからね、チャッキーっぽい。あ、パルパル言ってくれてたね、見てた。そう、お兄ちゃん、うん、守りたいって。うん、好きって言ってくれてたね。年下のお兄ちゃん、確かにパルパルのが年下だが、全体が可愛い。書き忘れたら、ちょっと眉毛書き忘れはやばい。人の冗談とか、いや、うん、結構信じやすいけど、全然冗談は通じるタイプだよ私は。クラン君のことはね、私からのコメントで、私は言わ、何も私の口から 言いません。ひよこも君と同棲してほしい。なんかね、私んとこ来てくれてるリスナーさんは結構その同棲してほしいとか応援するって言ってくれてる方多いよね。もう芸妃しつこいな、してほしい。めなこちゃんもそう、結構ひよこくんの枠でね、私叩かれちゃって、まあアンチが言ってるもあるけど、私のアンチが言ってるもあるだろうけど、やめとけとかね。うん、眉毛の角度、こう上がり眉なんよ。そう、私だからもう全部剃って平行眉にしてる。このままフィードアウトはやだ。あ、いいよ、荷物ひよこんくんちに預け、あの、お貸してもらうことになったから。芸品はいいよ、いらないよ。うん、便乗でしょ、さんざん私のことディスっといて。こういう時だけ便乗してくんなって感じね。キャリーちゃんが家帰ってヨコンくんが来る形にしたら来やすいかも。あー、それでもいいけどね。ヒヨコンリスナーかわいそう。え、なんでかわいそうって言うけど、別にヒヨコンくんの自由じゃない。恋愛するもしないも。なめらかい。じゃあついに眉毛を描きます。眉毛でだいぶ変わるよね。口かわいい。口。イチャイチャ配信楽しい。あ、ほんと眉毛で変わるでしょ、全然違うよね。無加工見たけど可愛かった。これもね、一応フィルターだけつけてる、それぐらい濃さがいい。うん、全然変わるでしょ、眉毛で変わるよね。書き方うまい、ほんと。ブヒブヒかわちい。フィルター、そう、フィルターだけでね、こう変わる。メイクうまいですか？ありがとう。地まつげはね、結構長い方で。なんか、マスカラだけで。メイクうまい。ありがとう。
髪ま巻くってか、うん、アイロンする。ケイノくん、ヒヨコツーと別人になってる。あ、本当？加工が弱いのかな、私。あ、てか加工とかフィルターしかつけてないけど。あ、そうそう、 NG ちゃん通いだね、通いで。元の場所眉毛がないから、そう、眉毛か右が下すぎ、どっち、こっち下すぎかな。でもこう鏡で見たら別に普通だけど。クリームパンみたいやろクリームパンみたいでしょ、形違う。ほんと、別になんかそんな変じゃないけどな、こう見ても光の加減もあるかも。そう、こう見たら別に。そう、私ね、地まつげ長いんよ。そうで、眉毛がこう余計だから近く見える、こうまつげ長いから。少し違うかも。いろいろおかしいじゃん、失礼な眉毛と 目近いんよ。そう、なんかね、沖縄っぽいとか言われる。夏川りみさんっぽいって、な、沖縄顔って言われる。アイブロウケイトです。わかる。整形はね、そう、目の二重だけだね。目の二重、あの糸の埋没法のだけしてる。いや、沖縄顔に失礼って何？顔が、あの、濃いってことなんだけど。濃い顔、ま、夏川りみさん言われる。そう、別にねえそれはNGちゃん言えないわNG ちゃん、さすがにそれ言えないわ言葉に出してハーフじゃない、ハーフっぽいとも言われる。そう言われるけど、ハーフではない。ジレスチャー頭、うん、リップです。はい、いやね、ジル好きだし、ジル好きだね。可愛いよね、なんかね、こう、これ落ちないよ全然。これいいですよ、ジルスチャートのリップ。メイク完成。感じで、多分光加減だと思う、眉毛も。フランくん寝てる、いい。こうまつげはね、あのちょっとね、自慢なんですよ。長い、まつげ長い、これ自まつげです。長いって言われる。そう、自まつげ、カラコンしてる。いや、マジでこう加工っていうか、フィルターだけしかしてない。フィルターしか。小さい。うん。まつげね。そう、なんか、松っ葉とかしたいね。つけまみたい、そう。松っ葉とかしたいな。そう。松江区もしてたことあるけど。松江区じゃなくて松っ葉でもいいかな。リップみたい、これです、こういうやつ。おパンチュ似てるそう、私言われる、おパンチュウサギ、さあ、とパンチュウサギ似てるって言われる似てる、おパンチュ似てるかも、確かに似てる。あは、あ、洗濯も入れてたか。
あ、これね、おパンツキャリー、これおパンツウサギ、おパンツ似てる似てるブルーのリボンする、あ、そうだそうだ、これそういえばメロコちゃんがねくれた、これも可愛くない、メロコちゃんくれたパンツのピン、似てる、そっくり、おパンツウサギの格好する、実写化できそう似てるよね、似てるよねって自分で、うるうるめ、はい、いや、ありがとう、ありがとう、銀のフワックマ、歯並び高いじゃん、直すの、直したいけど、メイク上手、まあ、そうよ、これメイクポーチもパンツなんだ、私そういえば、おパンツウサギね、最近ハマっててメイクポーチ可愛くない、これ巾着、メイクポーチが巾着なんだけど似てる、可愛いよね私も好きよパンツ可愛いよね、メイクちゃんありがとう、おパンマイメロバージョン、これ前から持ってるよ、そう無駄遣いじゃないから、うん、無駄遣いしてないから、私逮捕されたって何、巻き打ち逮捕されたって、お前ちゃんちです、そう雑貨好きだね私、キャラクターもんとかも好きだし、クロミちゃんあったら欲しい私マイメロ派だな、マイメロパンチウサギとかピンクだからねピンクストレートかけてない、ちょっとでも跳ねるよ毛先、毛先ちょっと跳ねるけど何もしなかったら、アシナモンも可愛いね、今日はね私5時からちょっと仕事に行くんですよ、ちょっと4時ぐらいにね出なきゃいけない、うん頑張る、そう仕事通いではね働けることになったから頑張ります、うんそうちょっとね遠いは遠いけど、うんありがとう仕事頑張ってね、ありがとうファックマン、うん日給、そう日払いで、うん、うん、緊張してる？ん？仕事？アイロンする、うん、いやお店はバレてるよ、もうバレてるところでまあ働く、その量は出なきゃいけなかったけど、あの通いだったら働いてもいいですとは言われてね、バレるの怖いよね、洗い物したいよ私、ご飯食べなんかねお腹空いたけど、なんで確か量ダメなんだろうね、働くのはよくって、配信ね、あれだったら外ではするかも、待機中、外でだったら待機場ではできないけど、うん空き時間に、ね、あったらね、うん、いやー寮で寮で特定できるか店まで、うん、うんまあ配信は別にしてもいいけど、あのこう
祝電とかねこうあるとちょっと困るからって。そうだね、待機中もやめた方がいいかな。待機中配信してますとかって別に許可取ってるからいいんだけどね。ありがとう、ギンギラ風船ナイス、ありがとう。スネークされたら量がバレるから、量は別にどう、量から配信は別に良かったけど、許可取ってるから別に毎回言われてもね、言われ電話マジやめてほしいよね。でも祝電、祝電マジであの店に迷惑だから、営業妨害だからね。ね、外でだったら別にいいはいいよ、待機場でしなかったら。慎重にね、まあね、アンチもいるしね、肥やしだけど、肥やしだけど、仕事中やめとこうか。今日の服ね、今日ロングワンピース。そう、祝電する人ってな、マジで暇人かよ。こういうなんか ロングのこういうワンピースですはい、参考にしたい。ブラックレース似合う、ピンク好きだからね。そう、刃みたい、ハガチャ、ハガチャ、ハガチャ、もうハガチャも愛嬌にしてるから私この歯も愛嬌にしてるから、ビーバーみたい。歯磨きでも別に慣れてるよ、もう慣れてる、もう。ガチャピン、祝電ってほとんど中村、中村くんもね映ってたよね。でも確かに、刃好き、もういいかなと思って。高いし、直すの、歯を直すの100万近くするくない？あのカウンセリングは行ったことあるんよ、あるけど、ちょっととても今できないからね。ね、特定なんでされるんだろう、何を言うんだろうね、ほんと。電話していちいち嘘で、あることないこと言うんじゃない、配信してなんかお店の情報、内情喋ってるとか、例えば言ってもないのにそういうことを言って、懸賞金もらえばいいのに。マジでわかんない。そう、ちょっとあのアイロンしよっか。よいしょっと、ちょっとプロのアイロンさばき、そんなね、大したことはないけど。ハニーちゃんが吠えてる。ハニーちゃん、ちょっと待って、私のキャリーバッグ乗って跳ねて吠えてる。キャリーバッグ
ックの上乗って吠えてるハニーちゃん、ハニーちゃん、かわいい、ハニーちゃん、ご飯あもらってたよ、うん、かわいい、冷めて持って帰る。おしっこしないよ。でもハニーちゃんも福くんもちゃんとトイレでしてる。キャリーのキャリーバッグに乗ってます、ハニーちゃん。ハニーちゃん、ハニーちゃん、ハニーハニーちゃん、ありがとう、ハート、ありがとう、ありがとうございます、頑張ってねって、ありがとうございます。おさまでかわいい。かわいい、ハニーちゃんねえ、気づいてほしかったかな。やばい、座った寝そう。かわいい、ハニーちゃん。キャリーケースに入ってるハニーちゃん、そう、ハニー服かわいいよね、いつも下出てる。でもそれがかわいいよね、ハニーちゃん。かわいすぎる、ハニーちゃん見てる、ハニーちゃん。福くん寝室だね、うん、あ、頑張ってねって、 ありがとう、銀の風船ナイス、ありがとう。かわいい、癒されるね、かわいいね、兄ちゃん、めっちゃかわいい。そう、懐いてくれてる、めっちゃ兄ちゃん寝そうだね。かわいい、うん、ね、癒されるね。福ちゃんの寝室だね。めっちゃもかわいい。なんかちょっと早くには目覚めちゃったけど、まゆちゃん寝室だね。優しく守るケイちゃんかわいい。牧内逮捕ってなんなん、さっきから洗い蒸したよ。あ、磯山さやかさんも言われる。そんな言われていいのかなって感じだけど、私言われる。髪色は私これ自分でね染めたんだけど、だいたい多いのがピンクベージュ、ピンクベージュにすることが多い、美容室でするならね。この色かわいい。そう、ベージュ系好きでね、ピンクのベージュ系。ブリーチもしてる、うん。お店の量は出なきゃいけなくなっちゃって、それでまゆちゃんが9月末まで泊まっていいよって言ってくれて、ビューティーラブアプリコットピンク、もう呪文のように言ってたよね。セルフ、これはセルフ落ちてるけどね、だいぶピンク落ちたけどね、ピンクが落ちて今こういう感じになってる。まあ一応美容師してたから、うん、そう、落ちてもかね、結構いい感じ。アイシャドウにピンク系にしてるよ、うん。ピンク好きだから。今日どうしようかな、外羽ね、最近内巻きばっかしてるから、外羽ねでもいいかな、外、ちょっとあれなんて言う、はい、外にしてみる、外羽ね、こうくびれカールみたいな感じにしようか。鏡ないから、この画面見ながらしよう。今っぽいのは確かにね、外だね。出張美容師、一応ビューティーキャリーっていうのをやってます。ビューティーキャリーで、そう、お気持ちでね、そう、いただけたら、いやしたら相当美人になりそう。
痩せれたらいいんだけどね。ヘアメの仕事ね、全然あのリスナーさんもね、配信者さんもビューティーキャリー募集中なので、いくらなの、全然いくらとか決めてなくて、お気持ちですね。うん、キャバのヘアメ、そうだね、ちょっととりあえず今のね状況を、替えのことが終わればだね、その美容系の仕事をするのは。痩せてた時はてか、もともとね子供の時からガリガリやったんよね、そう本当は、うん、大人になってから20代後半で太った。そうだって高校生の時私38キロだったからね、大人になって20代後半で太ったんよね。そう、はい、いやでもガチなんだって、そう食べて太った。どうなんやろう、お酒とか、まあ、ストレスもね、まああったけど、痩せてた時の写真あるよ一応。あ、そう、インスタにも載ってる、インスタとか TikTok にも載ってる。うん、めっちゃかわいい、サタネ似合う、ほんと。どんなに持ってたんかな、そんな別にそんなだけどね。うん、インスタね、普通にインスタはなんて調べたら出てきたっけ、インスタな、キャリー、ローマ字でキャリー1026、数字の102、キャリー1026で出てくる。ほっちゃいだけじゃない、そう TikTok でも見れる。そう、はい、これマジで画面を鏡にしてやってるから。似合う、そうキャリー1026、そう誕生日10月26日だから、おパンチュキャリー、やっぱプロだわ、ありがとう。いや、こう仕事行くだけだけどね、今日仕事に行くだけ。いや、メロコちゃんとね K から始まって、KY、 あ、載せてくれた304号さんが載せてくれた私のインスタ、うん、ありがとう。そう、 KYARY、 そうそう、インスタめっちゃなんかポン、ちょっと待って、めっちゃインスタめっちゃフォロワー増えてるんだけど、ポン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 って、なんかめっちゃこれインスタのフォロワーがこう増えてる。え、これ全部インスタのこれ通知を。え、ちょっと待って、めっちゃ増え、ちょっと待って、インスタのフォロワー増えすぎだろ。これ全部インスタフォローされました、フォローされましたって。え、ちょっと待って、とフォローが止まらないんだけど。え、すごいすごいすごい、ちょっと。フォローしました。すごい来てる、フォロワー。みんなフォローありがとうございます、やばすごい、ちょっと待って、これ全部フォローの通知なんだけど、インスタの72件の通知、えすごい、インスタらしい、75人目フォロー、え、ちょ、どんどん増えてるよこれ全部、待って、え、やば、ちょっと待って、ありがとう、フォロー合わせてありがとう。え、ちょっとこれ鳴りやまないね、ありがとうございます、ありがとう、フォロー、あんま更新はしてないんだけどね、ありがとう、インスタもフォロー、みんな痩せてる時の見てくれた、あ、フォローしたよ、あ、ありがとうございます、フォロー、ありがとう落ち着いてって、
可愛かった。すごいね。鳴りやまないわ。アカウント、キャリー1026。KYARY。あ、そう、メロコちゃん、そのしてくれてるやつ。あ、フォローさせていただきました。あ、ありがとうございます。ありがとう。垢抜けた、ほんと。2021年頃は、そうだね、まだ痩せてたね。めっちゃ痩せてる。でしょ、痩せてた、当時、その頃は。あ、フォローありがとう。ありがとう。ちょっと待って、これ切り替え、すごい通知だよ、これ。85件来てる。85件の通知、今。めっちゃなって、あ、ジェットバイダンス。500フォロワーいく？あ、フォローした、ありがとう。フォローした、ありがとう。すごいね。1万人目指す？インスタ、そうそう。あ、声がちょっと大きかった。インスタかわいすぎ。そう、よかったらね、X もね、X はふわっちのプロフィールに載せてるから、よかったら X もフォローお願いします。で、さきっていう、そう。すごい。あとね、ふわっちもね、フォローまだの方フォローお願いします。ふわっちのフォローもまだの方。すごいね。うん、一応こそ外羽、ね、くびれカールって感じで泣きました。すごいね、新鮮。はい、ありがとう。500いった、マジ？めっちゃ増えたじゃん。ちょ一回切ろうか、ちょっとマナーモードしようか。すごいね。アイロン、私サロニアってやつ、ちょっとさすがにマナーモードした一回。あ、ほら、ありがとう。後ろこう、私こう引っ張ってきて、こう巻いた。うん。な感じで。ちょっと待って。パッツン前髪ちゃってかわいい。ありがとう。ゆるふわにしました。あ、妹いる、私。マジね、なんでこんな育っちゃったんだろう、私。ねえ、こんな太ると思わなかったよ。似合ってる。ねえ、その当時はこんなにね、太っちゃうと思わなかった。寝るから育つ。スタイリング剤ね、ちょっと持ってきてなくってね。まあまあ、うん。バックスとかちょっと持ってきてなかった。まあいいんじゃないか。おにぎり8個、それあれだから、8個はそれ食べれるわけないじゃん。嘘跡っていうか、それ冗談でしょ、どう考えたら。おにぎり8個は、スプレー、あ、まゆちゃんに借りたらあるかな、ちょっと買っとこっかな、私。スプレーとか、そう、前髪ね、普通にこう真ん中に集めて、私も一気にこう巻いてる。分けずに。お前時代は好き。うん、髪の色もね、いい感じだよね。うん、あ、弟もいる、いる、そう、髪切ったのね。遅く見える。これ自分で染めた。痩せてるとめっちゃ可愛い。マジでね。本当にダイエットって最大の整形っていうからね。痩せなきゃ。痩せた。長女私。あ、お母さんも載せてる。結構インスタはあのプライベート載せてるから、友達とかも載ってる。リア友とかも。そう。ひよこんのために頑張りたいね、マジで。そう、ちょっとね、ひよこんくんにも
振り向いてもらいたいし、ダイエット頑張ります。本気で。ひよこが落ちるかな、私はしたら。ちょ、頑張りたい。うん、ひよこんくんねえ、振り向いてもらいたいから応援します。ありがとう。ありがとう。お花火いろいろ言われたいんだけど、あ、頑張って、ナイス、どんつきお花火。ありがとう、ナイス、ありがとう。お花火頑張ります。着払いの荷物の代金、先にひよこくんに渡すとか、先払いでは渡しとく。ペイペイでもいいんだったらペイペイで送るんだけど、体のためにもね、痩せた方がいいけど。最初2ヶ月毎週5000円で注射？何の注射？けいちゃん見てると幸せになる。あ、スノーの格好流行った頃ね。あ、オゼンピック聞いたことある。ちょっと待って、インスタフォロワー何人増えたんだろう私。すごい、あ、めちゃめちゃ待って、すごい増えたよフォロワー。インスタね、キャリー1026で KYARY1026。 何人増えたこれ。あ、523人になったフォロワー。200人ぐらい増え、100人は増えたな。100人以上増えた。人気者、いやいや、100人以上増えてる。けいちゃん声が叶いますように、ありがとう。フォロワー誰だろう、アカウントが分かんない。フォローありがとう。時代はキャリー。最初380ぐらいだった。あ、じゃあだいぶ増えたね。150人ちょいかな。松山美女多い。あ、そう、友達とかも普通に載ってるけど、もともと私インスタの鍵アカだって、ちょっとプライベート用っていうかそんな感じだったんだけど、まあね、まあいいかなと思って鍵外しても。なんでそんな癒し系なん。私癒し系かな。怒るとね、まあギャップだけどね、怒るとわーっとなるけど、そう、インスタで細い時のキャリー見せます。目を引き人多い。いや、どうなんだろうね、どうなんだろう。愛媛の子が目大きい子が多いのかちょっとわかんないけど、インスタ KYARY1026 です。痩せたらひよこんと付き合える。ね、ビューティーケアの件で DM した。あ、本当ですか。ちょっと見ますね、 DM また返します。ジェットライド歌。そう、あれは YES、あ、そう、見たらわかる。恥ずかしいな。でもなんかプライベート見られるって結構恥ずかしいかも。普通プライベート見られるのって恥ずかしいかもな。いつから配信してるの。私ね、でもツイキャス自体は10年前ぐらいから、なんかまあその時リス戦だったけど、まあ、仮想でたまに趣味でつけたりとか、本格的にはね4年ぐらいだね。自信ない。幼い時からキャリーちゃんやな。あ、ばあちゃんいいね、ありがとう、ありがとう。ナイスとか見てた。ほんとそう、ロングね、エクステつけたいなとか思ってるけどまあちょっと我慢してる今、お金大変だから。いや、じゃあもともとツイキャスでやってたけど、今はもうふわっちだけだね。ほら、ありがとう、お人形。美容師、あ、美容師のあの時代の写真もあるね。そう、戻りたくないことないよ。
別に美容師の仕事はしたいけど、ただお金が給与がね安いから今はちょっと きついかなって、うん、してからロングに顔が歯がそうなっちゃうの、もともと顔の骨格が小さいな、そうそうそう、それは言われた、骨格がちっちゃくって歯が生える場所がこうなんだろう、こう狭くってこう上に生えたりとかなっちゃう。もともと美容師しててね、うん、ノックさん枠でした、うん、フリーランスでフリーの美容師どうなんかな、うん、今はあれだけどね、ちょっとお金返してからだね、うん、強制はいや高いから、もうハガチャも愛嬌で行こうかなと、ね、ハガちゃんも愛嬌で。初見さんいらっしゃい。初見さんよかったフォローお願いします。友達仲いいよ、仲いい仲いい、去年も友達の結婚式とかで帰ってたし愛媛、うん、仲いい、愛媛帰ったら遊ぶよ、うん、どうも昨日カラオケマサオマサオで惚れました、両方フォローしました、なんか見てて歯がゆくなるけど可愛いし魅力ある、ありがとうございます、ハートナイス、ありがとう。ハートの中に見えるのはキャリちゃん、キャリちゃん、キャリキャリちゃんありがとう。ハートアイテムでこれやります、ハートの中に見えるのはハートで、ハート花火とかでも一緒にひよこんくんもそう真似してたハートの中に見えるのはとかって、私電話かけてきた時、ハートの中にこれ、あ、ま、あ、言わん、言わん方がいいかな、あ、でもまあ配信中の時もだけど、そう電話の第一声でこれであれ、あ、あんま言わん方がいいね、私がキャリーちゃん、キャリーちゃん、キャリーキャリーちゃんとかイエーイとかってそんなに電話でね、電話で言ってた配信じゃないのにあ、まあまあ、こういうのがいかんのかな、また暴露とか言われちゃう、あ、まあ、あ、でも本当になんか、ま、でも別に悪いことじゃないけどね、今のは大丈夫か、まだ今のは大丈夫、そういじりだからね、そういじりというか、うん、うん、もうまあね、編み込みもしたしようか、またね編み込み、あ、ありがとう、ハートの中に、あ、ハートだ、ハートの中に見えるのはキャリちゃん、キャリちゃん、キャリキャリちゃん、ありがとうございますありがとう、銀のハート匂わせも罰、うん、まあね、気をつけないとねああ素晴らしい、アザラシアザラシうん、まあ、私はノーコメントで、肉団子作ろう大きな肉だるま、わかったよ肉団子を受けるそう、雪だるまが肉だるまになって、むしらへ、そうそうそう、肉だるま、肉だ、うん、自虐ネタ前からやってるよ、私別にあの自虐するから好きになってきた、ありがとう、うん、めっちゃオムレツ美味しかった、まゆちゃんの勇気湧いてくる
いや、ひよこくんはね、付き合ってない、付き合いたいだね。うん、付き合ってはないです。うん。話待ってた。そう、普通にしてるとこうね、笑顔でね、私はこういう感じだから。うん。そう、あれ、最近ね、ちょっと荒れちゃっててね、ちょっと私もメンタルやられちゃったりしてたけど。うん。あれってキャリーちゃん好き？余計なこと言わなければ付き合えるよ。まあね、まあ別に私が言って、ひよこくん言ってたからね、まあ、キャリーが痩せたら付き合うっていうわけじゃないって。中身を見たいとは言ってたから、まあダイエットも頑張りたいけどね。うん。うん。モンジョリのコラボの時倒れたよね。ああ、あの時から、1年前ぐらいだね。うん、ずっと笑っての尊敬しちゃう、ほんと。まあ、痩せてる人が好きとは言ってるよね。そう、見返したい。見返して、振り向かしたい。頑張って。痩せたら多分手のひら返す。そう、やっぱね、まあ、中身を見たいとはいえ、やっぱ見た目もね、あれだよね、やっぱちょっと。ね。まあ、配信のキャラ的には私これでもいいとしても、女としてはね、まあ痩せたいしね。あ、そうそう、自分のためにどれだけ努力してくれるかを見たいと言ってた。うん、うん、一応ね、ダイエットっていうダイエットじゃないけど、うん、まあ、ジュースはやめたり、飲むものを水とかお茶とかね、こうにはしたりとか、お菓子も食べずに、レモンティーもやめようか。そうだね、運動がね、そう、確かにできてないんだよね。運動、お酒もね、まあ、別にアル中ではないんだけど、飲むのは好きで、そうそうね、こう一人では飲まない、一人で配信もね、せずにとか飲まないけど、配信しながらこうテンション上げたくて飲んでるんはある。うん、お酒がの味が好きなんじゃなくって、うん、そう、テンションをね、こう上げたくって、うん、ね、まあ飲んじゃうけど、うん、ね、コンビニもね、そうだね、まあ、まゆちゃんちにね、まあ、9月末まで、まあ、お世話になるんだけどね、まあ、まゆちゃんすごい料理うまいからね、うん、私もなんかやってもらってばっかはちょっといけないから、うん、洗い物洗濯は私がしてとかっていうのは言ってたけど、うん、それ目に見て運動とかなんか始めない、またひよこんくん言われちゃわない、言われちゃわないって、あ、こういうことまた私が、こういうのもダメなのかな、うん、そうそう、まあ、人の前ちゃんちだからあんまりね、そう、洗い物と洗濯はするけど、ニコニコかわいい、洗い物したよ、うん、ダイエットしてリバウンドっていうか、痩せててから太って痩せれなくなってる。何も言わない。うん。あ、すり、ねえ、入荷してくれたらいいけど、まあ、ひよこんくんのね、気持ちも考えないとね、行動で示さないと、そうだね。手料理、そうだね。なんか、料理食べてほしいね。ひよこんくんに。兄ちゃん。兄ちゃんまだいた、まだキャリーケースの中いた兄
っちゃかわいい。まだいた。かわいい。ハニーム？ハニーちゃん。ついてるね。あ、匂いがつくのかな。キャリーケースにいるのはハニちゃん、ハニちゃん、ハニハニちゃん。ハニよし。かわいい。ハニちゃん、ハニちゃん、ハニハニちゃん。かわいいね、ハニちゃん。つくんだね。寝てる。杉薬局の袋って、あー袋ね、メロカちゃん。あ、時間ね、うん、あと一枠は、まあ、4時前には出るかな。ケイちゃんいたら子供産むと痩せる。あ、産後太りの逆。うん、どうなんだろうね。あーちゃんたち寝てるかな。いや、妊娠わかんない。どうなんだろう。その生理終わった次の日だったんだけど、妊娠してるかわかんないよ。母乳あげると痩せる。生理の終わった次の日とかでも可能性あるの？しないかな。まあわかんないね。でも、うん、私はピル飲んでないよ。可能性あるけど低そう。まあ別に焦らなくていいけどね。そう、焦らなくていいけど、まゆちゃんとクラウンくんね、いい感じだと思う。生理終わった後すぐはできにくい。まあ付き合ってないからね。まあね、でもね、うん、編み込みはまあまあいいかな今日は。めっちゃ優しいママになりそう。あ、やめた方がいいか、この話も。難しいね、ちょっと。あんまり私も悪気なくこう何でもこう話しちゃうところがあって、ダメだね。妊娠してない、してない、してないというか、わかんない、やめよう。悪気ないのがダメって言ったからね。静かにダンスお願いします。じゃあ静かに、静かめで、じゃあペイペイいきます。せーの、ペイ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 、ありがとうございます。ありがとう。静かめしてるよここ、私。まだそう、そう、一応立たずに静かめにした。予想以上にうるさかった。何でもかな。静かキリストにマスク外せてたケリちゃんだけじゃない。そうなのかな。声が通るんだよね、そう、私。高いから。インスタも更新して、ストーリーでもね、時々更新してるよ。あの、あれは、投稿はあんましてないけど。ヒノピーくん真似してたね。真似してた。一発目のピーってでかって笑った。そう。
ちゃんクランくん手つないで寝てる？マジで？ヘアオイルのおすすめはね、 N ドットオイルとかいいよ。 N ドットのオイルとかドンキに売ってるの、ドンキに売ってるあのカイカってやつもいい。 N ドットに似てるちょっとそう、まあ、気軽に買えるやつ使ってる？カイカ、そう、KAIKA かな、カイカっていう。あ、ケラスターゼもいいね、確かに。 N ドットはそう美容室のサロンのやつで、あ、ミルボンね。うん、あ、そうそう、フィーノもあの赤い蓋のね、こう入れ物、フィーノもすごい市販のでもいいね。うん、私もちなみにトリートメントフィーノ。シャンプーはねコタっていうのがおすすめだよ。コタ、あ、フルセットで使ってる。あ、ほんと。あ、オイルもいいね、フィーノ。うん、高いんやけどね。私もコタはね使ったことはあるけど、そんないつもは使ってない。市販のシャンプーだったら夜っていうのが良かった。夜、そうそう、ローマ字で夜ね。うん、香水なんやろ。香水はでも結構私ディオールとかサムライのとか好きやけどね。そう、夜、うん、そうそう、ローマ字で。うん、コタ高いんだよね、ちょっとサロンの商品で。あ、ひよこんくん来た、ありがとう。ひよこんくん今日ごめんね、なんか来てくれた。ひよこんくん今日ごめんね、なんか私ねいろいろ言っちゃってしまってたの。来たダーリン来た。そう、もう話さないから、いらない、いらんこと話さない。そうそうそう、好きな人来た。髪の毛きれいそうとか、あ、いいね、そういう配信もね。そうそう、ひよこくん今日仕事だからね、夜勤。コメント誘導されないように。そうだね、聞かれてもそれはひよこくんに聞かなきゃ言えないとか。そう、私も流されないようにね、しないといけない。あ、そう、美容師さんね、だからこそね、できるから。カレピッピ来たね。付き合ったら採用ってカップ間違いなし。あ、ほんと？ありがとう。美容系興味ある、ほんと？いや、ケイちゃんと可愛いし。お願い、大事にしてあげて。あ、ありがとう。ひよこんくん、メガホンナイス。ありがとう。行かなきゃ言えない、もう行ってる。あ、そうだ。あ、ご想像にお任せしますとかいいね。確かに、メロコちゃん。ご想像にお任せします、みたいな。好きな人いたら元気になる。うん。荷物は、あの、ひよこんくんが置いていいよと言ってくれた。うん。そう。からあの、あれね、ペイペイでもよかったらすぐひよこんくんに送るし、うん、先にね、そう、着払いになっちゃってるから荷物、それ払ってもらうの申し訳ないから、そう、先に渡したいなと思って。お似合い、ベランダでもいいから済ましてもらいたい。ベランダを置かしてもらおうか、私。ねえ、ベランダにテント作る？1万以上するかな？ 2 万ぐらい、あれかな、ひよこくんに払ったらいいかな。そしたら。ねえ、話題変える。1万以上かかるか。テントいる？で、あ、でもベランダ確かに広かった。うん。
ベランダにダンボールある。愛嬌ある、ありがとう。愛嬌あるとはね、言ってもらえたりする。あー、じゃあ 2万ぐらい、まあお貸してもらうしね、荷物も貸してもらうし、2万ぐらいね渡すのはいいかも、ひよこんくんに。あー、こたちゃんありがとうございます。ひよこん代わりにありがとうございます。あー、そうだね、いくらになるか聞いてもいいね。そう、リスナーさんにちょっと着払いくらいになりますかって。うん、まゆちゃん情報も、あ、そうだね、まゆちゃんの情報も喋らないように。うん、ひよこんリスナーが配信で今キャリちゃん発言起こってる。それ今日のあれじゃない、今日の枠だよね、今日のお昼ひよこんくんがしてた。うん、そうだから気をつけますって言って。私女だけどニコニコしてる子に魅力的と思う。ありがとう。よく笑うねとは言われる。ゲイヒーさん何もしてない、なんか便乗して私が無視してるから、コラボ申請無視してるからなんか怒ってるだけじゃない。私何もしてない、その人に。うん、親にどうしても頼れない。いや、荷物ぐらいだったらね、頼れるけどね、東京に住むから、まあ東京に置いてた方がいいね。うん、兄弟の家、弟も妹も結婚してるんだよね。そう、これから冬来るし、仲悪いことはないけど、あ、そうだ、不動産にも、そうだそうだ、連絡、そうだね、しないといけない。赤ちゃんいるかもね。どうだろう、そろそろ、そうだね、もうすぐ出なきゃいけない。うん、まゆちゃんちね、うん、9月末まで入れます、させてくれる。何時まで、一応ね5時に行って、もう始発でまゆちゃん家帰ってくるぐらい。そうだから夜中は働くね。うん、そうそうね、ほんとまゆちゃん優しいよね。洗った洗い物はしたよ。そう、あ、別に時間は自分で決めてるんやけど、中途半端に例えば2時とかに仕事終わるとするじゃん。そしたら始発まで、あ、ね、時間が空くから、それだったらあのね、20、あ、まあ、あんま言わん方がいいか、まあ、その時間にしたのだ。そう、うん、大変だけど、いや、私もそんな全部を出してもらうとは思ってないよ、ご飯代も。私も出すのは出すし、うん、柴田が売れちゃい、柴田がいるね。頑張って、ありがとう。送迎はないね、ね、あんま話さないように。そうだね、昨日出してもらったっていうか、それは私もあの現金がなかったからペイペイで渡すって言った。いろいろね、話さないようにします。先に返済分か、そっから気持ちで後からバイバイと思うけど、そうだね、確かに。さっき返済ね、まゆちゃんにしっかり全部返済終わらせて、気持ちでね、こう後でお返しももちろんしたいし、うん、柴田じゃなく老害、老害でもある、確かに。うん、現金ね、私ねペイペイに入れてて、現金を、そう、私あんまね財布に入れないタイプで、まあ持っといた方がいいね、でももう、そう、いざという時、そう、現金、まあ、おろし、
そうペイペイには入れてるのと、下ろしたらあるっていう状態になってるから、うん、持っていかないとかってわざとじゃないよ。あ、そうだね、ペイペイの QR コードも聞いて、うん、そうそうそう、もう少し、まあ1万は入れといた方がいいね、財布は。うん、うん、そう、リスナーさんペイペイ聞くのと不動産に連絡、ね、そうだね、メンバー粘着されるしね、そうやること紙に書いた。あ、メモ、携帯のメモにはね結構私あの何でも書いてるんよ、うん、携帯のメモあるやん、それには、うん、書いたりはしてる、うん、ペイペイ聞いとかないとね。ちょっと待って、スクショ、あ、スクショもする、 LINE のキープってやつも、あー、それは知ってる知ってる、キープね、あ、カレンダーに書き込むもいい、確かに。いや、LINE しか知らない。LINE 開くとすぐ見えるから。あー、なるほど。キープ、あ、それいいね。そう、前そういえば使ってた、私も。LINE のリマインくん？リマインくん？それ何？アプリ？ LINE の。キープっていうのはね、わかる。はい、お仕事もう出るけど、うん、そう、リマインくん気になるね、メロコちゃん、リマインくん、いいな、かわいい。 LINE でリマインくんお友達登録、あー、そういうこと。もうちょっと言っちゃうんだけど、おいしいと思えたから粘着気にしすぎないでね、ありがとう。これブランドじゃないよ、なんかね、ラリマーっていう宝石のあのなんか安いよ、安いネックレスだけど、ちょっとお腹は空いたね、確かに。うん、そう、ハワイアンジュエリー、亀みたいな、そう、感じ。いや、ラリマーこれ安いやつだよ、安いやつ、これは亀、そう、ラリマーいいよね亀のこれぶっちゃけ2000円ぐらいだったよ、三宝石ではないけど、そうそう、幸せになる石、お守り代わりみたいな感じでつけてる。そう、これ2000円ぐらいだったけど、三宝石とか懐かしい買ってたな、小学生の時、三宝石、そう、お守りで三宝石ね、懐かしいなちょっとね、あの一回こう、そうそう、出よっかな、丸つけてた欲しいのに丸つけてた、懐かしい。うん、癒しの石、とりあえず一回ちょっと行ってきます、仕事、外配信ね、うん、できたらします、また仕事の空き時間できたら、うん、頑張る、ありがとう、よし、ありがとう、ありがとう、行ってきます、行ってきます、おつキャリー、おつキャリー、ありがとう。